それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321カウント。こいつ、どうすりゃいいのか全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすりゃいいの、恭一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら、殺すぞこら。須藤と申します。うわー、馬面はぎ。うわ、ダメだ、恭一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね、この頃。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけど、ね、それだけ藤原が成長してきているってことだ。俺はな、リーダーバトルケースの藤原にあえて課題を投げつけるらしいよ。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだし、全てを予定通りにコントロールができる。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だったらコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うわぁ、分かったの、分かったら。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。一戦ドリフトはものすごい訓練を受けた運転手にしかできない危険なものだよ。良い子の君たちは真似をするのは一回だけにしようね。2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300キロはおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件だそうです。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だぜ。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったんだ。この雨がクソもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト T のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行きやがって、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。恭一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためには
どうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。なんだよ、てめえはよ。気分悪いぞ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今は浅見の通過したからさ、40〜50メートルの差だし。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトル持ちつれるぞ。2戦のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがらせ。分かる。全のボディ全体が伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえない。カウンターが持ち込んでいきます。詰められてる。こっちから頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗。やっぱ自分がこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できます。さあいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙みりの煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙みり、視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよ、てめえは。おっと、いかんいかん、つい眠り。水煙みりに遮られた視界をもろともしない傷が見えてしまう。行動塾の第2ラウンドです。ブラインドアタックと同じ性質なので、目から入ってくる情報が不足していたら、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うか。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアートで限界スピードを瞬時に見極め、目印のない方向を風に外していく。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックとして最低の原理の話だ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。大丈夫だ、問題ない。いいのかよ。けど今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっ、ダメだ。
じるか。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえだろ。行くしかない。ここから逆転してるぞ、ね、忍者。電車でリーダー。ましたよ、池谷先輩。これ、消えた。うわぁ、そんな線がいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。なんかどっかで見たな。現象と私闇に紛れたドリフトもブロックもできない近くで仕掛けてきた。文句の一つも言いたいところやな。こいつはレースでない。抜いたり抜かれたりの追っかけ通り、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。だって相手が見えないのはあっちも同じだ。ナイスだ藤原。でもエースは譲れねえ。